それでは本日は、親の味方代表取締役として、子育て中の親御さんのサポートをされるとともに、町の教育委員会の方では、民間主導で新しい教育の形を提案されていらっしゃいます、松井智弘さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしあ、ます。よろしくお願いします。早速なんですけれども、松井さんはその教育という形で様々なサポートですとか、教育の提案というところで活動されていらっしゃるわけなんですが、松井さんが今お持ちの夢やビジョンをぜひお聞かせいただけますか？夢とビジョンですよね。なんていうか、私自身の生き方なんですけど、なんかこう枠にとらわれるっていうのがすごく嫌なんですね。で、それは私自身のことですけれども、で、世の中にももっとそういうものをこう提唱していけたらいいなっていうのがこう深いところというか大きなところにあります。教育でいくと、その学校でこういうことをしないといけないよとか、学校だけじゃなくてもこういうふうにして生きていかないといけないよっていう枠に、ちょっととらわれやすい環境になってるのかなっていう気がしているので、そこを崩したいっていうところがあるんですよね。育児に関しても、育児サポートの方に関しても、親はこうでなければいけないとか、なんかちょっとそういうところで苦しんでる方がやっぱり多いので、そこをこうなんとか崩していける、違う選択肢をこうせん、あの提唱できたらいいかなっていうような活動になります。なるほど。そういった学校、それから学校がいろんなところでやっぱりこうしなければならないって、今までの常識だったりとか体裁だったりとか、そういったものがあるけれども、それにとらわれずに、新しいその自由な形っていうのを目指していかれたいっていうところなんですかね。そうですね、はい。ありがとうございます。それでは、その教育にしても子育てにしても、その枠にとらわれないやり方っていうのを、その枠にとらわれることにどんどん崩していきたいというその夢ビジョン、そこをですね、実現するための目標や計画っていうものは立てていらっしゃいますか？ですね、犬が吠えてますね、ごめんなさい。親の味方に関しては、特にその何か目標を立ててっていうところは今のところないんですけれども、町の教育委員会に関しては、やはりたくさんの人がたくさんの、学びをこう届ける場っていうのを作りたいと思っているんですね。で、基本オンラインが主なんですけれども、オンライン上でいろんなナビゲーターと言われる人たちが、いろんな学びをこう届ける場っていうのをこう作っていってまして、で、そこで今、ちょうど今6月で、今度7月から、またクラスが4つ増えるんですね。で、全部で4つ、7つ、8つぐらいになるのかな。で、これをどん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 増やしたいなっていうのがあります。で、本当に一つの考え方とか価値観だけで教育現場、教育の場というのを作ってしまうっていうのが、ちょっと私はすごく危険だなと思っているので、いろんな人がこういろんな価値観のもとでこう共存する場みたいなものを作りたいと思ってるんですね。で、そこが、今まだ言ってもそんなぐらいの人数しかいないんですけど、このナビゲーターを10人、20人とか何百人とかに増やした、そういうそのプラットフォームみたいな形にできればなっていうのを思ってます。いつまでにどれぐらいの規模にっていうのはちょっとまだわからないんですけども、地道に今積み重ねていっているところです。なるほど。ありがとうございます。そうですね。本当に学校にいると、子どもたちにとっては本当に、その学校という世界が一つ、先生の観点っていうのが、価値観っていうのがかなり大きく影響するかなと思うんですけれども、そういって学校外でいろんな観点に触れる場があるっていうことは、すごい子どもたちの未来にとって希望なことですね。っていうふうに感じます。なんかその、その一つの価値観に縛られることが問題だというふうに松井さんが思われるようになったのは何か理由があったんですか？そうなんですかね。私、小さい頃から結構そこはずっと疑問に思ってたんですよ、子どもの頃から。で、言っても私もそんなになんかこう、勇気を持って外にバンバン飛び出していける性格でもなかったので、言ったら親とか先生とか
ぐらいじゃないですか、子どもの頃に触れるような大人たちって、はい、親戚とか。で、その人たちの考え方と自分はどうも合わないなって、前もずっと思って、なんかその時は何ていうか、それが違和感みたいな感じでずっとあったんですけど、でもそれがやっぱり大人になって社会になって出ていくと、いろんな価値観の人が世の中いるやんっていうのをまあ分かって、やっぱりそうなんだっていうので、もう一度こう振り返ると、やっぱりあの時っていうのは枠にとらわれてたのかなってずっと思ってますね。だからまあ自分のなんかこう経験っていうのは結構大きくあるんですけど、まあ、同じようにその経験している子どもたちって多分たくさんいると思うんですよね。まあ、特に不登校とかの子っていうのは、まさにその枠にはまるのが苦手な子のっていうことだと思うので、まあ、そういった子に会うことも機会も増えましたし、でその人たちがなんかどうも今肩身の狭い思いをしているので、はい、まあ、ちょっとそれはもうかわいそうだなっていうか、そんなことないよっていう大人が何人か、いや、たくさんいたら、まあ、それだけで多分救われると思うので、まあ、そういったことをやっていきたいなと思ってますね。はい、なるほど。そうですね、本当に不登校の問題ってよく社会で取り上げられますけれども、うん、いかにその子どもたちが肩身の狭い思いをして不自由に生きているかっていうことに、寄り添える大人がいるかいないかっていうのはすごい大きな違いですね。ね、まあ、子どももそうだし、保護者の方もやっぱりちょっとね、大変な思いしてるので、はい、はいはい、では実際にそのさまざまな価値観、学校やその親、家庭だけではなく、さまざまな価値観を提供できる場ということで、今、増やしていきたいということで活動されていらっしゃるわけなんですけれども、はい、現在その活動をする中で、松井さんが持っていらっしゃる活動指針ですね、どんなことを大切にされて、具体的にどんな活動をされていらっしゃるのかというところをお聞かせいただけますか。基本的に、まあ、多様性をこう教育の現場に担保したいっていうところがやっぱり一番大きくって、で町の教育委員会という活動は、本当にその個人個人がこう集まってきて、でみんなでこれからの教育をこう模索して作っていくような場なんですね。なので一つの指針とかにこうキュッて縛られたり、そっちにみんなが流されちゃうと存在の意味がなくなってしまうと思っているので、もうできるだけいろんな考え方の人の集まる場所でありたいというか、私はそこを作る場を作るため、その環境をこう維持するっていうことが、まあ、今役目としてあるんで、まあ、私一人として、私自身もトモさんクラスっていうような自分がナビゲーターとして教えるクラスも持っているんですけれども、私の一番の役目は多分その場所ですね。たくさんの価値観の人に入ってもらって、たくさんの多様な教育環境を作るみたいなところをすごく心がけています。はい、そうですね。なんかあえてそのいろんな価値観を一つの場に入れることで、本当に自由な選択肢が生まれるし、なんか言ってみればちょっとカオスなところがあるかもしれませんけれどもでも逆にそこから本当に自由に何を選択するかっていうところの、その決めるっていうことにも、なんか何ですかね、なかなか今の現代人ってその意思決定をすることっていうのも難しかったりするので、そこの部分もなんか育っていきそうだなというふうに思いました。そうですね、結構習い事とかは自分で選択するじゃないですか、保護者とか親が、はい、うん、でもなんか教育というか学校みたいなものに関しては選択ってあんまりできないんですよね。学校の先生もそうだし、選択しできないじゃないですか。でも本当は一番その必要なのって自分で選び取ることだと思ってて、自分がこれ必要だなって思った学び、この人とに習いたいなって思った人にこう、まあ、習っていくっていうところとかが多分必要なんだろうなと思っているので、まあ、委ねられたらいいですね、そのお子さんとか保護者の方に。そうですね、なんか自分が本当に学びたいって思ったことが一番夢中になれるっていうところもありますので、そう、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ではさらにお聞きしていきたいと思うんですけれども、
最初にですね、その教育とか家庭のその枠に縛られたその形っていうのをどんどん壊していきたい、新しい形を作っていきたいというところで、夢ビジョンを教えていただいたんですけれども、その夢ビジョンを持ったきっかけですね、例えばどんな方に出会ってとか、どんな発見、気づきがあって、その夢ビジョンを持つように至ったのか、そのきっかけを教えていただけますか？そうですね。どれがきっかけになるのかな。先ほどお話した通り、ちょっとこう子供の頃から、なんか窮屈さをこうずっと抱えて、違和感を抱えて、生きてたんですね。で、私、灘高京大に行ってたんですね。で、卒業してるんですけど、なんていうか、そこに行くと、そのコースから外れるっていうことが恐怖になっちゃうっていうか、なんかね、ずっとこのレールから降りたいなってずっと思ってたんですよ。なんかあんまりその将来に、全然あんまりというか、どころかワクワクした感じも全くなくて、なんかこのまま行っていいのかなみたいなことをずっと思ってたんですが、だからある意味私は枠にとらわれちゃう人なんですよ、多分。もともと根っから自由だったらそんなの関係なく多分いろいろ動くと思うんですけど、私はどうもそこから出られなくてこうあがいてたみたいなところがあって、で大学の最後の年ぐらいだったかな、そのあたりからこう社会人の方と接する機会が増えてきて、で、その時に、ある経営者の方から、君がやりたいこと、その時、ちょっと自分でなんか会社作りたいと思っていろいろ動いてたんですけれども、結局ダメだったんですが、君がなんかやろうとしていることが、その世の中に役に立つというか意味のあることなんだったら、それやった方がいいよって、めちゃくちゃこう、押してくれたんですよ、背中を、その人が。で、私、あんまりその、夢をこう肯定してくれる大人の人とか、そういう人にあんまり出会ったことが、あんまりどころか出会ったことがなかったので、なんか自分、そこんなこと言ってくれる人がいるんだっていうのは、私の中で多分一番初めのその転機だったかなと思いますね。だから今はどちらかというと、それを私の、多分その時の、その方よりも私年齢も上になっちゃってるから、自分の番かなと思って、また次の子たちに伝えるのは。肯定してくれる人が一人でもいたら、多分それはすごく力になると思いますし、それで子供たちが自己決定できるようなことができたらいいなと、きっかけになればいいなと思ってますね。なるほど。で、夢を肯定してくれる、自分の背中を押してくれる大人がいるっていうのは本当に心強いですね。なんかその時どんなことを感じられたんですか？感情的にどんな気持ちが湧いてきたりとかありましたか？やっぱりあれかな、なんか、なんだろう、さっき言った通りですかね、多分そのこんなこと言ってくれる大人がいるんだって驚きと、それから、じゃあ自分はなんかやっていいんだって思える、そのすごい前向きな感情と、やっぱそれですね。もういきなりでもそこからバーンと振り切って変えれるかっていうと、そうじゃないから、そこからまたじわじわ、いわゆる枠から外れて戻って、外れて戻ってみたいなことを ちょっとずつやりながら、気づいたらだいぶ枠から外に行けてたみたいな、それが10年20年でかかってやってるんですけど、でもやっぱきっかけにはなり、大きなきっかけでしたね。やっていいんだって思えたのは。なるほど。そうですね。なんか本当に一歩踏み出すその力、エネルギーっていうのをそこで会われた時に受け取られたんですね。では、大学の終わりの頃にその経営者の方から、その自分の会社を作ってみたいんだっていうその夢の、背中を押してくれたということでがきっかけだったわけなんですけれども、例えば同じ場面に他の方が出会っても、同じようにじゃあ踏み出してみようかな、あ、そんな大人がいるんだ、自分その前向きな気持ちになれる
方がみんなみんな同じようなわけではないと思うんですよね。で、松井さんの場合は、あ、そうやって背中を押してくれる大人がいる、じゃあちょっとやってみようかなっていう、そういう前向きな気持ちになれたということだったんですけれども、そんな風に松井さんが受け取れた背景、松井さんの中には何があったと思われますか？多分ずっとあがいてたんですよね。その外出たいな、枠から外れたいな、自分のもっと思ったように行きたいなっていうのがあって、で、まあ、性格的にも私何かこう達成したいとか獲得したいとか成り上がりたいみたいな、結構こうそういう気持ちが強かったんですけど、それを多分肯定してくれる人がいなかったんだと思うんですよね。だからそれは私の場合ですね、多分。だから別にそこまでその強いその上昇志向みたいなものをこう持ってる人ばっかりじゃないと思うので、まあ、それはそれで違う人には違う人のなりの背中を押してくれる人だったり共感してくれる大人が現れたらいいと思うので、まあ、今やってることはまあマッチングみたいなイメージかもしれないですよね。人によってやっぱり違うと思うので。今後はその一人一人に合ったその応援の仕方というところなんですかね。が、いろんな価値観の方が集まることによって、そのひ、あの、マッチングする可能性っていうのも上がっていくのかなっていうふうに思うんですけれども、それが可能になっていく、そんな場作りを目指していかれるっていう感じですか？もうまさにそうですね。見つけてほしいですね。なんかね、子供たちにね、自分、まあ子供たちだけじゃないかもしれないですね。なんかそこにこう関わってる保護者とか大人の方も、いろんなこう価値観にこう出会うことで、いろんな道をここで探せるし、なかなかね、やっぱり決め手がないまま生きていくっていうのは大変だと思うし、それこそ情報過多ですごいたくさんの、情報があって、それを自分でだけで決めなあかんとか、進んでいかなあかんっていうのはやっぱ大変だと思うので、なんかそこをこうつかめるきっかけができたらいいなと思います。作れたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。本当そうですね。情報過多だし、一体何が本当で正しいのか、間違ってるのかっていう、その判断も難しい、そんな時代だなと思うんですけれど、それをやっぱり一緒に考えてくれる大人がいたりとか、それを助けてくれる、背中を押してくれる大人がいるっていうことは、本当になんか前向きに生きていける、そのすごく大事な要素だなっていうのを、お伺いして思いました。はい、ありがとうございます。では、最後になんですけれども、こちらの、動画ですね、インタビュー動画をご覧になってくださる皆さんへ何かメッセージがありましたら、ぜひお願いできたらと思いますが、いかがでしょうか？なんか偉そうなことを言ってましたけど、私もずっと悩みながらもがいて生きてまして、一緒に何かこうできるような人に出会いたいなっていうのはいつも思ってます。まあ、町の教育委員会自体は誰でもこう参画できるような仕組みになっているので、まあ、そこでいろんな人に、いろんな、まあ、子どもたちにいろんなことをこう伝えたいな、自分のこと何のことを伝えたいなと思う人がいたら、ぜひぜひ集まっていただきたいと思いますし、そうですね、我が子の、教育とか、それから、育児とかにちょっと悩んでる方いたら、一緒にここに入ってきてもらって、いろいろと話ができたらいいなというふうに思っております。ありがとうございます。そうですね、ぜひ一緒に子どもさんも親御さんも一緒になって、本当にこの先の未来、一緒にどう過ごしていくのか、生きていくのかっていうのが考えられるようになっていくと、本当に社会が良くなっていくなというふうに思いました。はい、今日は本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうこごちざらいこまそす。ありがとうございました。はい、ではこれで、松井智弘さんへのインタビュー終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。